永田です。よろしくお願いします。この映画が作られたのは今から6年前なんですね。でドイツとフランスと、中国の合作ということ でご覧いただきましたように、日本の俳優さん香川照之さん、それから新田さん、井浦新さん、それから柄本明さんで、あと杉本哲太さん、あと何人か有名な俳優さんが出ていて、で香川照之さんの役は、朝香宮、当時、中将ですね。でその上の、松井岩根が柄本明さんですね。で2人の力関係で言えば、若干ちょっと後で史実っていうことについても少しお話したいと思いますけれども、いろいろ議論の分かれるところだと思いますが、2009年にこれ作られて、ドイツではですね、大変な評判を呼んで、最優秀映画賞、それから、舞台美術、それから衣装で、それから主演男優賞、ジョン・ラーベの役ですね、4つの賞を総なめにした、大変評判の高い映画なんですけども、今岩崎さんがおっしゃったように、去年ようやくですね、日本で、江戸東京博物館、それから、文京シビックホールで、下北沢の、タウンホールで、上映したんですけれども、それも大変な警備の中でやるということになりました。一般の映画館で引き受けてくれるところはありません。で市民のこういう映画祭というか、こういう集まりでですね、皆さんに見ていただくっていうのは、私の記憶では初めてだろうっていうふうに思います。実は軍の中でも大変恥ずかしいことだっていうことがあって、実はそこからなんですけれども、さっき申しましたように慰安所をきちっと整備するというふうにつながっていったんですね。南京大虐殺と言いますけれども、もう一つの言葉は南京大レイプです。この南京大レイプを防ぐために、人工的なレイプの場所を作ったのが慰安所ということです。ちょっと強い言葉をあえて使っていますけれども、それが慰安所の本質的な性格だっていうふうに私は思います。つまりドイツもフランスも、戦争については繰り返し繰り返し映画を作っていて、声高に日本を貶めようなんていうふうに思ったわけでは全然ないと思います。つまり60年経って出てきたあのラーベの日記、それから多分あれですね、もう一つ中国の人が書いた The Rape of Nanking ですかね、あれがやっぱり本案になっていると思います。この2つがですね、一つの創作動機となって作られたっていうふうに私は聞いています。よろしゅうございますか。世界中で上映されてるわけですよね。日本だけで上映されていないというふうには聞いていて世界中かどうかは分かりません。